初代アンソン男爵、ジョージアンソンは、イギリスの海軍軍人、政治家。最終階級は、海軍元帥。グレートヘイウッド村のシューボローホールで裕福な貴族の家に生まれる。1712年に海軍に入り、1724年に、キャプテンになる。1740年から1744年に、世界修航を達成し、国民的英雄となった。 オーストリア継承戦争、ジェンキンスの耳の戦争の際には、フェニステレ・岬の海戦で、フランス王国に勝利。1747年に、グレートブリテン貴族の爵位アンソン・ダンシャクを授けられ、貴族院議員となる。7年戦争が勃発して、入荷するコート、ダイピットの連立内閣が発足すると、海軍大臣に再度就任。海軍増強計画をやり抜き、 海戦の指揮をして、対フランスの植民地での勝利に大きく貢献した。1748年に、世界修航公会記を執筆。同年に、初代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークの娘、エリザベスと結婚したが、生涯子女に恵まれず、彼の死により、アンソン・男爵の爵位は断絶した。彼の死後、イギリス海軍では、彼の名を冠した軍艦が8隻建造された。 特に、キング・ジョージ5世級戦艦の一つ、アンソンが有名。2017年現在、アスチュート級原子力潜水艦の一つ、アンソンが建造中である。ありがとうございます。